とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はマルチプレイでやっていきます。ちょうどね、生放送が終わって、そのまんまマルチプレイをもう一回やるっていう感じです。まあ、もうみんな慣れてると思うので行きましょう。で、普通に行くと面白くないので、俺は縛りプレイで行きます。初期装備のまんま行きたいと思います。なかなか厳しいとは思うけども、まあまあパーティーのね、メンバーの皆さんが頑張ってくれるので大丈夫でしょう。いけるよ。あぶね。もういや、まだいるよね。まだ来るよね。やっぱあぶね。よし、ナイス。おい、ナイス。よし、いいね。1階のね、これクリーパー20体ぐらいいるでしょ。あ、そうか、4人マルチで初めてだ。初めてした。うん、4人でのクリーパーえぐいね。多かった。で、装備は変えれないけども、アーティファクトは取っていきますね。アーティファクトは取る。装備は、初期のまんまでいきます。いや、エンチャントないっしょ、初期って。なんかある？ある。強打があった。強打と痛みかなんかじゃなかったっけ。あ、クリティカルか。あー、ちょっと待て、見てたんだって。俺は装備を見てたんだよ。よし、オッケー。あ、でも、俺がある程度サボってようが全然倒せてる。余裕ですわ。多分難しい、あの23回もね、全然クリアできるんでしょう、この感じだと。一応クリーパー対策でベグスでいくか。なるほどね。あ、でこれホークブランドになればダブルクリティカルだよね。ダブ、えらいオッケーするな。えらいオッケーするな。行きましょう。一応ダブルクリティカルみたいな感じでいくか。あ、ソウル、あ、これびっくりした。あー、ダメか。ちょっと待って。もう逃げんなって。待て、これはちょっと待って。分かってる。よし、OK。よし。ああ、やばい。いや、やべえ。危な。よし。まあ、序盤の難関はここか。そうね、シュルターがめんどくせえんだよな。シュルターがここはめんどいのよ。よし、 OK、 3回クリア。いらんかな。いや、でも何かしら取っていってよかったのか。いこう。あ、そうか、強打がついてるのはあれだ、両刃物だ。あれに強打がついてた。え、何があった今。 TNT
なぜかやられた。 TNT か今のは。よし終わり、了解クリア。まあ地雷でしょうね。ボスはまあ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 速攻でいけると思う。弓はショックウェーブか。微妙だな。防具もね、使えるエンチャントが何にもないんで。ないよ。ああ、いや、ソウルフォーカスを何とか使うか。ソウルフォーカスを何とか使ってみますか。ない。うっ、ちょっと待って。あいつ後ろに隠れてやがった。はい、5回クリア。次まあ保険に影入れときたいね。あ、でもみんな影だ。全員カメラなら余裕でしょう。全員が保険持っていくなら余裕だよ。おお、確定な。敵が硬い。よし終わり、下終わり。おい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 、すごいな。クリーパーの数がすごい。ありがとう。でパワーシェイカーね。オッケー。お、なんかみんな同じような装備になってきたね。みんなほぼ一緒だ。あー、入れないや。パワーシンカーあるならまだ戦える。よし、これ最初、そうね、最初の商人はやっぱ防具だわな。まず防具を上げないと戦えないもん。攻撃はね、アーティファクトでまあ、なんとかなるじゃなる。だからいいんだけども、防具はね、やっぱどうしようもないね。釣り竿を使いたい気はするけど、使わない。うん。まあまあ、一人ね、いてくれればいいでしょう。やばいやばいやばいって。本当に。よし、危ねえ。いない。よし。来た。こいつね。よし。ああ、やっぱクリティカル若干違うな。よし。そっちは任せようか。もういつでも入れるようにしときます。終わるかな、そろそろ。よし、ここいりません。ソウルフォーカスとか入れようかな。まず弓からか。勇者撃、うん、一応無力化若干できるからそれでいこう。傭兵パワー90、まあ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 、いいぐらい。よし、ではボス、まあまあまあある程度お任せでいこう。危なっ。ソウルフォーカスってさ、パワフルなんだ。
じゃない、なんていうの、あんまやっぱと思ってた、あ、ない、よし、おい、ナイス。いらんね、いらんねっていうか取れんね。影、パワーシェイカー、地雷、まあまあいいちゃいいよね今のところ。いや、きつい。これ敵が密集したところに一気に攻撃していく感じで戦おう。いや、全然ダメージ入らんわ。でもパワーシェイカーないと無理だ。ダメージ入んねえ。終わり？ゲイ。まあ皆さんに任せときゃなんとかなるさ。オッケー。ソウル結構溜まってるんで、雷の杖はどんどん使っていけそうな気はする。まあそんなには使わないだろうけど、ソウルフォーカス乗るよね、乗るよね、乗る乗る乗る。でもソウルフォーカス効果が低いんだ。なぜあれも 75% じゃなかったのかね。ソウルフォーカスだけなぜか 30% って。おーい、危なっ。そういうザコゾンビですか。パワーシェイカーつけないと勝てない。じゃあ、ゼロ。もう出てこない。あ、まだ出るね。思いっきり食らってる。でも逃がさん。終わり、ありがとう。よし、中間地点ですね。いいかな。パワーシェイカーは重要だ。オッケー、いいね。風使い出てくるね。これを無力化していく。いや、もう俺がもう全然役立たずだ、ごめん。よし、よっしゃ。え、風使い浮遊状態、あ、違うか。浮遊状態になるのはあれだ、確率だ。あー、そうね、初期装備のまんまってなると愛のメダルは欲しいわな。愛のメダルでいきます。うん、これで稼いでいくしかないよ。うん、足りない。いやー、きつい、これはきついぞ、これきついどうしたもんかね。うわー、いや、初期武器でここを行こうと思うとちょっとつらい。あ、でもクリティカル入ってるから、おう、あ、おうおう、倒せるわな、倒せるわ、そのまんまだ。うん、ソウルフォーカス入れるから雷の杖の方が火力は出るね。オッケー、行こう。もう愛のメダルでガシガシ戦っていきます。全然火力だね。いや、でも仕方ないのよ、これは、こればかりはもう仕方ない。いや、きつい。今シーズンね、初期装備のまんま
リアするのはなかなか難しいかもしれない。うん、やっべ、よし倒した、倒せないよし、いけた。15回クリア、いきましょう。で、ここはお、フォーク、ダブルクリティカル。フォークのクリティカルはレアだよ。本当はつかないからね。パワー何？ 197 か。あ、そうか、上がってなかったからね、上がりきれなかった。いくぞ。いや倒せる倒せる、余裕だわ。俺はあんまり活躍しなかったけど、ドラ欲しいけど、いや今回はこの装備じゃドラじゃないな。うん、仲間たちが何とかしてくれるんで、ちょっとドラはやめとこう。俺はアーティファクトでダメージを稼ぐタイプでいましょう。 OK、あ、いた。いや、いっぱい。ちょっと待って、減りすぎじゃない？ちょっと待って。いや。減るわ。めちゃくちゃ減る。え？毒ダメージで瀕死になる。嘘でしょ。よし、任せた。俺はもう出口のところにいるね。よし、終わり。いや、い地雷だ。うん、地雷で最後に20回ちょっと行ったぐらいにさ、もう1回雷の杖があるでしょ。でそれを取っていこう。よし、でここはまあまあ愛のメダルがあればなんとでもなるでしょう。 OK、うん、愛のメダルがあればなんとかなる。クールダウン欲しいね。クールダウン欲しいわ。よし、終わりか。はい、重機おしまい。あ、でここだいや、地雷取らんでよかった気はするけど、いいです。うーん、でね、ここも難しいわな。いけ、ロイヤルガードをね仲間にするといいんだわ。オッケーオッケー、めちゃくちゃいいじゃん、めちゃくちゃいいじゃん。で、いや違うか、エンチャンターがね出んの。オッケー、ナイス。このエンチャンターさえなんとかなればいい。はいはいはい、ありがとう。いいかな。うん、一応影は持っとった方がいいからね、保険で。うん、23階がちょっと総崩れした時にあれがないと厳しいもんね。危ない。ありがとう。よし、いいね。
全然耐えれん、全然耐えれない。あれ、たっけ。うわぁ。はい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 、終わりじゃない、もう。はいはい、防御力がない。でももうどうしようもないもん、どうしようもないわ。これで耐えるしかない。ここ大丈夫、22回は大丈夫。問題は23回。ノーミスでいけるか、どうだ。多分、うん、あ、でもね、23回は釣り竿があるなしはそこまで関係ないか。いやいや、やっぱ釣り竿はあって、うん、衝撃波ビームがあるからクリーパーは倒しやすいよね。よし、はい、出てこい。 OK、 ナイス。うっ、それでやられる。ありがたい。え、まだいいの。あー、そっち側にいたんか。いやー、愛のメダル絶対欲しいよね。愛のメダル欲しいのよ。よし、ゴーレムね、なるほど、なるほど、ゴーレムか。危ねえ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 、おい。前に突っ込みすぎた、ごめんよ、ありがとう。突っ込みすぎたわ。ちょっと俺は後ろに下がって影化して何とかしときます。はい、まだ、あ、終わった、よかった、ノーミスで来れましたね。まあここは防具だな、うん、アーティファクトで攻撃するので防具を上げましょうか。何がついた？影の爆発か。ああ、まあまあまあ、影の断片とは相性がいいですね。 OK、 よし、 OK ね、行きましょう。エンチャントはもうフルで入ってるもんね。いけるいける、ここはもう余裕だ。いいね、もう別にやらかすこともなんもないし、おい、終わり。はい、報酬なんだ。まあ、ほうきぐらいかな。虚無一、虚無一、うわ、叫び一、全然ダメだな。はい、それではですね、生放送からの2時間ぐらいお疲れ様でした。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。